見える開カメラマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、この時間についてですね、お話しさせていただきます。このアインシュタインが時間に関してどのようなお話ししてるかなというところなんですが、この日常生活皆さんが過ごしていただいて、で、時間に潰す、時間を潰すとか、時間に流されるとか、 っていう感覚の方もいらっしゃれば、なんかあの人めっちゃぶっ飛んでるとかね、このいろんなとこやったり、いろんな行動をとったりしてる、時間あるのかと寝てな、寝てないんじゃないかみたいな思われる人もいるかと思うんですが、じゃあ時間ってどうなのかなというところのお話に入ってきます。で、こういう考え方をすれば、皆さんも時間をこう無限に使いこなせるというところのお話に入ります。では、画面の共有です。アインシュタインと時間です。時間に関,関して、 どのように言ってるかというとですね、物理学の価値を信じる私のような人間は、過去、現在、未来の区別が永続的な幻想に過ぎないことを知っています。現実なんて幻想に過ぎないのですが、とても永続性があるのです。何が言いたいのかというと、昨日、今日、明日っていう区別が続いているように見えるけど、それって幻ですよと、幻想ですよというふうに言っています。で この目の前の現実っていうのは幻に過ぎないんだけどまるで永続性続いてるかのように見えちゃってると素粒子君から見れば瞬間瞬間瞬間の点滅しかなくってそのパラパラ漫画が1秒間に10の何十上回もブワーっとこう繰り返してるだけでしかないとその繰り返しが点滅が早すぎるので私たちの目には続いてるように見えちゃってるとで昨日とかも続いてるように見えちゃってるけど脳がその記憶をずっと保持してるだけだということなんですねさらに 普遍的な時間の流れなど存在せず、時間は直線的でもなく、絶対的でもない。出来事は観察者に,観察に依存する。どう見るかによって決まると。従って、観察者によって時間の順序や長さが変わるということも伝えています。 時計の針の針ようにカチコチカチコチっていう,うにこうにみんなに共通のね風に時間が流れてるってわけではないですよで直線的でも絶対的でも決まってませんよとでこの誰がどう感じるどのような意識で見るかどういう見方をするかによって変わるしその時間の順序も変わりますよとえ順序どう変わるのというと例えばですよ今皆様想像してもらいたいんですけど昨日の夕ご飯を思い出していただいて何食べたあそこで食べたってのを思い出していただいて次に 小中高校生の時代に担任の先生に言われたすごく良かったことをしてもらった良かったことあるいは逆にめちゃめちゃ残念だったことどちらでもいいので小中高の時代で結構記憶に残っていることを思い出していただいて私は高校の空手部の先生にかなりあの怖かったんですけどおかげで今あるみたいなその,その声とかですね思い出していただいてで次に成人式覚えてますかね 私、成人式、実は熱出して出れなかったんですけども、も東京に住んでて、でえーですねえー、飲んでて、そのまま群馬帰ってきて、だから熱が出ちゃって出れなかったみたいな、まあ、その成人式を思い出していただいて、で次に、自分の一番小さかった時きのもう幼稚園とか2歳とかの時の記憶ありますかね、それを思い出していただいて、でその後明日何時に起きようかなと思い出していただいて。 っていうふうにしていただくと、今の2、3分の間の中に、何年も前に行ったり、今に来たり、またもっと昔に戻ったりっていうふうに、順序が変わっているということなんですねで。さらにアインシュタインどういうことを伝えているかというと、私の永遠は今この瞬間なんだと。過去とか未来がずっとつながった永遠ではなくって、今この瞬間が永遠だというんですね。で 興味があるのはただ一つ、今、自分がいる場所で目的を遂げること。この目的というのは、両親とか周囲から与えられたものではなくて、何らかの未知の要因に誘われたものなんだと。この時間が永遠、今のこの瞬間が永遠ですよっていうのを、えー、相当主の道元お尚さんがですね、おっしゃってるのが、3時を現在の一周に接し来たるっていうふうにおっしゃってるんですけど、3時っていうのは3つの時って書いて、おやつの3時ではないんですけど、過去、現在、未来の3時。 過去、現在、未来を三次というらしいんですけども、三次を今の一周に接し来たるって、接するっていうのは、接触障害の施設ですね、取るっていう。接し来たるっていうのは、この過去、現在、未来を今にパクってこう食べちゃうよみたいな、そんな感じなんですね。もう今この瞬間、今この瞬間、即っていうことなんですね。で、今この瞬間が永遠であって、で、ここのこの瞬間に、 自分が目的を遂げるということですねで。それは親がこうしなさいって言ったとか、先生がこうだからとか、ね、あの世の中はこういうもんだからみたいなものではないと。で何らかの未知の要因っていうのは、この自分、皆さん自身がゼロポイントフィールド側からこうしてねと頼まれてるものがありますと。でそのところ、まあ、自分の大好きとか没頭できるとか。なので、この時間を自分の意のままにしていくにはこの、今この瞬間に思いを込めるっていうことなんですね。 だからたくさんこなしているわけではない形なんですね。今、この瞬間だけに専念するということです。まとめるとですね、ほい自分の意識がすべてで時間はずれますとで。意識の高い状態をキープしていけば、どん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 その,その時間の中に波が細かくなるということです。 えとこちらの本ですね。こちらの方にいろいろとこう書かせてもらっているので、よかったらもらい,いただければ、もらい,いただければと思います。あとですね、えー、まだ発売前なんですが、今、開花に届きましてですね、えー、こちらゼロポイントフィールド、すべてが用意されているゼロポイントフィールドにつながる生き方と、本当にこう多くのトレーナーさんのすごい変化のところですね。えーとですね全て がうまくいく渡りに船現象という領域とかの内容ですね、えー、書かせてもらっているので、えー、よかったらご覧いただければと思います。皆さんがそうやって時間だからしょうがないよねとか時間を潰すとかっていう感覚ではなくって自分を生かしていく時間の中に自分を溶かしていくっていう側で時間をずらせます。で この同じ一日の中にもすごくこう濃密で濃い時間を瞬間瞬間に込めてるというような感覚を過ごしていっていただければますます皆さんの人生が味わい深い素敵な一年となります、えー、9月の1213でですね第6期の開花のアドバンストトレーナーの終了だったんですけども本当に30年40年家族関係が動かなかった方がたった1年まあ半年ぐらいですねまあ1年 のコースなんですけどもの中ですごくこう動いて家族関係が本当にこう想像を超えたいい世界とか会社との関係本当にこう想像を超えたいい世界に入るのもやっぱりこう瞬間に思いを込めてるから。 でやって時間に流されていると周波数帯が変わらないと現象が変わらないんですけど瞬間に込めると意識が深まっていきますそういう風にしてやっていっていただければと思います関連動画はですねこちら見つけさせていただきますよかったらチャンネル登録はこちらとなっておりますでは今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら